それだけはメイン11レース大阪スポーツ杯第16回兵庫若駒賞2歳はの重賞です人気を集めたのは兵庫ジュベナイルカップの勝ち馬4番マミエミ桃太郎です締め切り直前単勝は1倍台前半重賞連勝を目指します川原騎手は最年少重賞勝利記録の更新もかかりますそして2番人気は直前ですと5番のスタビライザー3番人気は7番のフェリシスと 人気が続いています。これから八番の前段の励み、ゲートに向かいます。前走新馬戦の二着馬、安条はこのレース二勝の吉村とも広樹。少しゲート嫌がっていましたが、今八番ゲートに収まりました。将来有望な厩舎が揃った第十六回兵庫若熊賞。最後は九番の N.K. ジャパン、ゲートに向かいます。 初コンビの大山慎吾騎手第十六回兵庫若久馬賞枠入り完了です落ち着くのを待ってスタートしましたまずまず揃ったかマミエミ桃太郎もゴムのスタートです先行争い何が逃げるか四番のマミエミ桃太郎内から一番グレールール外からは七番のフェリシスも前に上がっていきます 5番のスタビライザーが4番手、6番のベラジョーケンシロー内から3番のアフェットレイが続いています。外からは8番前段の励み、後方2頭は2番のグレートメモリーズ、9番の MK ジャパンが最高峰です。9頭が1コーナーを通過していきます。それほどペースは上がっていないか。さあまず先手を奪ったのは兵庫ジュベナイルカップの勝ち馬、4番マミミ桃太郎。現在リードは1馬身でこれから2コーナーから向こう正面です。 前走新馬戦を勝った7番のフェリシス2番手につけています3番手うちに1番のグレールール4番手が5番のスタビライザーです人気上位馬が前につけていますその後離れて6番のベラジョウケンシローさらに外から前に上がっていく8番、前段の励みあとは2番のグレートメモリーズに3番アフェット・レイそして9番、NK ジャパンがついています3コーナーカウン残り400を通過していますさあ4番の真ミ恵美桃太郎が先頭を変わらずリードはド半分 7番のフェイシスが2番手でその後1番のグレイルールが単独の3番手あとは5番のスタビライザー4番手で直線コースに入りました4番のマミン・モモ桃太郎が先頭を突き放すリードは4馬身から5馬身独走に入った7番のフェイシスが2番手外から5番スタビライザーに外から2番のグレードメモリーズ先頭4番のマミン・モモ桃太郎重賞連勝のゴール4番のマミン・モモ桃太郎重賞連勝デビューから3戦3勝負けなしです その後の後日着争い接戦5番スタビライザーと7番のフェリシス2頭並んでその後2番のグレートメモリーズ堂々逃げ切りました4番眞家みももたろ安城は川原正一騎手兵庫ジュベナイルカップで塗り替えた最年長重賞勝利記録を更新。